カブすき茶系チャンネル。はい、どうもカブすき茶系チャンネルです。今回のタイトルはこちら、25日のオープン戦振り返りたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、ということで25日の日本ハム戦振り返りたいと思いますが、結果は3対2でカープがサヨナラ負けということになりました。この試合がですね、沖縄での最後の実戦ということで、勝って締めくりたかったというところはねあるかもしれないんですけど、残念ながら最終回にサヨナラ負けということになりました。結果もねもちろん重要なんですけど、まだねオープン戦という段階ですので、それよりはね内容の方を重視して見ていけたらいいかなと思います。で、この試合のスタメンこのようになっていました。フレッシュな、ね、選手たちがずらりと並んで、この中でもね最年長は4番の中村健人選手ということで、ベテラン、ね、中堅組は今日は試合出ていないというゲームになっていました。で、この試合の得点ですが、5回の表韮澤選手のライトへのタイムリーヒット、さらに中村翔征選手のレフトへのタイムリーヒットの2得点を奪っています。はい、では野手陣のポジティブ予想をまとめたいと思います。今日最も注目したのは高木選手です。高木選手、この試合4打数2安打という活躍でした。この試合はですね、スタメンマスクするとマルチ安打ということで、非常に良かったんじゃないかなというふうに感じました。まず1本目のヒットなんですけど、これがですね追い込まれていたというカウントで、追い込まれてからですねまっすぐをうまくライト前ヒットにしたということで、ライトにねうまく落としたというような感じでしたね。で、2本目のヒットなんですけど、これが9回ですね、直球を捉えてフェンス直撃のツーベースということで、もう一番ねいい当たりだったんじゃないかなというふうにね思います。真ん中付近のボールではあったんですけど、それをねしっかりと捉えてフェンス直撃できたっていうのはね、高木選手の成長を感じます。で、ここまでね何回も言ってるんですけど、本当に鈴木誠也選手との自主トレに行ってから打ち方がね誠也選手に、ね、似てるんですね。で、このライト前ヒットなんかも鈴木誠也選手の追い込まれてからのバッティングフォームになんか似てるなと思いましたし、このツーベースの時のねフォローするなんかもねめちゃくちゃ似てて、本当にいいキャンプ、いい自主トレになっていたんじゃないかなと思います。去年一昨年とね2軍でも長打ねそんなに出ていなかったという選手で、ちょっと今年がねまずいかなという立場だったんですけど、この自主トレを機にバッティングね急成長していますので、このままぜひね開幕1軍っていうのもねなかなか難しいとは思うんですけど、狙ってほしいと思いますし、もしねそこが無理だとしてもね2軍での試合出場っていうのはねここ2年より絶対多くなると思うので、そこで活躍してほしいなと思いますので、本当に今この1軍のね選手たちと1軍レベルのピッチャーと戦えてるっていうのは非常にいい経験になってると思うので、ここからの活躍にも期待したいですね。で、守備の方でもね強肩で見せたということで、上川畑選手が盗塁仕掛けてきたんですけど、それをね刺したということで、強肩も見せたので、キャッチャーとしてもね守備力というところで披露してくれましたし、またねリードに関してもね新井監督からもね、褒められていて、ベテランのような雰囲気があったみたいなコメントも出ていましたので、本当に今後が楽しみな選手というのをね改めて感じさせてくれる活躍でした。で、続いて中村翔征選手は4打数1安打1打点でした。外へのスライダーをうまくレフトへタイムリーということで、これがオープン戦初安打になりました。5回チャンスの場面でですね外に逃げるスライダー、これがね2球続けられたので、ここら辺はねもうさすがに2球同じところに来たら打つよというぐらいのね感じじゃないかなという風なバッティングでしたね。オープン戦まだヒットが出ていなかったというところで、本人もほっとしたと語っていたので、ここからねバッティングの方でもっともっとアピールしていかなきゃいけない立場なので、ここからの巻き返しにね期待したいと思います。で、守備の方ではねちょっと9回ちょっとね残念なプレーと言いますか、レフト前に落ちそうな打球を取れずに、これが同点のタイムになったということで、左バッターのねレフトの打球なので打球が流れるっていうのもあったりして難しいとは思うんですけど、落下点の入り方見るとちょっとそこら辺ね考えられずに行っていたのかなっていうので、最後取れなかったようなね気がするので、本当そこら辺はね慣れだと思いますし、風もなんか強そうな感じしていたので難しいとは思うんですけど、外野の経験っていうのもね十分あるとはね言い難いので、ここら辺も経験にしてもらって、これが取れるようにならないとねスタメンっていうのは難しいというふうになりますので、なんとか守備でも
向上してほしいというところです。で、続いて韮澤選手3打数1安打でした。初球の得意の直球を引っ張って先制タイムリーヒットでした。素晴らしかったですね。で、これが対外試合8打数目で初安打ということで、まあこれもね、韮澤選手ほっとしているんじゃないでしょうか。なかなかね、いいバッティングができていなかったんですけど、まあこういうふうにね、自分の得意なボールっていうのをね、ヒットにできたのは良かったんじゃないでしょうか。で、フォアボールも一つ選んでまして、まあヒット出てないんですけどね、こういうふうにしっかりと選球眼で塁出れているっていうのはね、いいところだと思いますので、まあここからね、さらにもっとヒットを積み重ねて、2年連続の開幕1軍目指してもらいましょう。で、二俣選手は3打数1安打でした。二俣選手もね、非常にいいですね。このヒット、ライト前ヒットでオープン戦4試合連続安打になりました。まあ、ここまではね、引っ張ったツーベースとかが多かったんですが、このヒットはね、追い込まれてから、外のまっすぐをライト前というね、ちょっと違った感じのバッティングでした。で、またアウトにはなったんですけど、センターへのね、大飛球もあり、本当にバッティングの状態はいいので、開幕1軍ね、十分あり得ますね。ユーティリティ性っていったところもありますし、ショートでもね、素晴らしいプレー一つありましたので、まあ、そういった守備力と今のバッティングの状態考えるともう一軍開幕1軍ってのは十分あっても面白いかと思います。まあ、なのであと1ヶ月間ですね、このバッティングの状態っていうのをね、維持できるかどうかということ次第ですので、そこにね、頑張ってもらいましょう。で、最後矢野選手です。4打数1安打という内容でした。緩い変化球を引きつけて逆方向へということで、まあ、追い込まれてからカーブをですね、しっかりと逆方向レフト前ヒットにしたということで、まあ、追い込まれてからこういう風に逆方向に打てたっていうのはね、良かったかという内容でした。これで対外試合始まってから打率は2割9分4厘ということで、まあ、それまではね、紅白戦とかでも打ててなかったんですが、対外試合からしっかりと結果を残せているのはいいかなというところですね。まあ、ただ打数とかね、まだここから増えていきますので、その中でここのね、成績っていうのを維持できるかどうかにかかってくるんじゃないでしょうか。で、守備ではね、セカンド守備でも好守があったということで、ランナー2塁の場面でセカンドゴロが来たんですけど、そこで、ファーストではなくてね、三塁に送球して三塁タッチアウトというプレーがありました。あれね、素晴らしかったですね。まあ、ランナー二塁の時セカンドゴロ行ったら、セカンドランナーとしてはもう無条件でゴーっていうのがね、決まりなんですけど、その中で矢野選手がしっかりとサード投げてタッチアウトできたっていうのはね、矢野選手の、まあ、強肩であったり、打球来る前からね、まあ、ここに来たら投げるぞっていうね、しっかりと準備していた証拠ですので、まあ、ショートも、ね、十分うまいんですけど、まあ、セカンドという、ね、ポジションでもこういうプレーできますので、本当に菊池選手みたいな、ね、プレーだなと思ったので、まあ、ショートやっぱ小園選手がいてなかなか難しいところがありますので、セカンドでも、ね、こういう風なプレーをして、セカンドでの出番というのも増やしていくことに、ね、期待したいです。はい、そしてその他の気になるポイントということで、この試合坂倉選手がね、途中からファーストで出場していました。で、新井監督もしかしたら昨シーズンよりちょっとファースト起用が増えるかもしれないというコメント残してました。昨シーズンはですね、まあ、坂倉選手キャッチャーでフル出場なかなか難しいので、キャッチャーで出ない日はもうベンチでお休みという試合だったんですけど、もしかしたらもう今年はね、フルまでは無理だと思うんですけど、キャッチャーお休みの日はファーストスタメンっていう出場が増えるかもしれないですね。昨年はやっぱキャッチャー再転向1年目だったので、そこら辺考慮していたと思うんですけど、今年はね、もう慣れもあると思いますし、やっぱり打線のね、主軸として坂倉選手欠かせませんので、そういった点を考慮するとキャッチャーとして休みの日はファーストスタメンというのが増えてくるということが一つ予想されます。で、その他ね、久保選手に関してね、ヒット出なかったんですけど、まあ、個人的に状態良さそうだなと思いまして、いい当たりね、続いています。ライトフライ、ライトライナーという場面もあったんですけど、それもね、しっかりと捉えた打球でしたし、まあ、あとファールになったんですけど、インコースのね、まっすぐをうまく引っ張ってレフト線ギリギリファールといういい当たりもあったので、まあ、結果っていうのはね、まだちょっと止まってはないんですけど、ここの状態はね、いいんじゃないかというふうに思うので、まあ、ここからまた倉敷に行ってオープン戦が続くんですけど、まあ、そこでもね、ぜひ見たいなという思う内容を見せてくれています。ではここからは投手陣にフォーカスを当てます。まず先発の玉村投手ですが、3回投げて40球被安打3無失点という内容でした。玉村投手ですが、前回のロッテ戦3回無失点に続いての無失点ということで、まあ、結果を見るとね、非常に良かったかなと思います。まあ、ただ内容をね、詳しく見ていくと、ボールがね、先行してしまう場面が多かったということで、まあ、コントロールがね、ちょっとあまり良くなかったかなという印象です。で、玉村投手もね、インタビューでは悪いなりになんとかできたという
ことで、まあ、コントロールが良くなかったというふうにね、自分でも評価して、そんな中でも無失点というふうになんとかできたっていうのはね、良かったというふうに語ってますし、まあ、その通りにね、無失点にそんな中でもできたっていうのはね、いいんじゃないかと思います。で、この試合ね、直球に強弱をつけて投げていたというふうに語っているように、まあ、真っ直ぐでね、しっかりと差し込んで、ゴロフライアウトを取るというシーンが目立ちましたので、そこら辺はね、まあ、先発としても重要な力加減だと思うので、いいんじゃないかなというふうな内容でした。で、またチェンジアップね、まあ、1球しか投げていないんですけど、まあ、これで万波選手から空振りを奪っていたので、まあ、非常にいいボールがいっていたんじゃないかと思います。まあ、なので、この試合ね、やっぱりスライダーが中心になっていくというなった中になったんですけど、まあ、そこでチェンジアップをね、もっと増やしていければ、よりね、いいピッチングっていうのができてくるかなと思いますので、まあ、そこら辺もね、今後のオープン戦で見ていきたいというふうに感じました。で、次回登板としてはね、やっぱりコントロールですね。玉村投手の場合、コントロールも生命線になってくるピッチャーですので、まあ、そこの改善っていうの、あとスライダー以外の変化球に注目ということで、やっぱりね、スライダーに頼るというシーンがね、多くなってますし、その中でちょっとこの試合はね、スライダーがなかなか決まらないという場面もあったりしたので、それ以外の変化球でカウント取れたりというのがね、できればいいと思うので、まあ、チェンジアップの他にシュート、カーブ投げてたんですけど、ゾーンに決まらなかったりと苦しむシーンありましたので、そこら辺のね、変化球に注目して、ピッチングね、頑張ってほしいと思います。続いては2番手の森投手ですね。森投手も3回投げて48球、被安打4、四死球は1つ、失点1という内容でした。森投手ですが、前回登板の阪神戦3回2失点に続いて失点してしまったということで、ちょっとね、ピリッとしない結果内容になっているかなという感じです。投げている球自体は悪くないように見えるんですけど、まあ、コントロールがどうかなというところで、まっすぐなんかもね、まあ、個人的には見る限り勢いもあって良さそうには感じるんですけど、まあ、いかんせんね、高めに浮いたりするというシーンが多くて、まあ、そこをね、ヒットにされてしまうというのがね、ちょっと前回の阪神戦から見られるところかと感じてます。で、新井監督の評価としては、まあ、前回のね、その阪神戦より今日の方が腕も振れて良かったと思うということで、まあ、前回もね、失点はしていたんですけど、まあ、その中から改善できたというところは、まあ、一つ良かったのかなというところです。で、カットボールに関してもね、ちょっとキレが前回から今一つかということで、まあ、これも前回ね、カットボールあまりいい感じしなかったんですけど、まあ、この試合もね、カットボールに関してはちょっとヒットも打たれていたりして、空振りをね、狙いに行っているのかなというところでね、まあ、しっかりうまくヒットに合わせられていたというところがあったので、まあ、そこら辺のキレがね、まだ今一つなのかなというところに感じました。で、直球もね、本来はね、空振りを奪えるボールなんですけど、この試合は空振りも取れなかったというところで、まあ、さっきのカットボールのキレもところもですけど、まっすぐのね、伸びとかキレがないとカットも振ってもらえなかったりっていうところになるので、まあ、このね、本来の武器である直球の勢い、球威っていうのをね、前回からさらにね、改善して修正していく必要があるという状況です。で、ローテ入りがね、期待されているんですけど、まあ、個人的にもね、今年はもうローテ入って勝ちまくってくれって思っていたんですけど、ちょっとね、2試合続けてピリッとしない内容がね、続いているので、他の先発ローテ争いのピッチャーに比べるとね、少し遅れているかなという状況ですので、まあ、ここからね、状態をさらに上げていってもらって、まだ開幕まで1月近くありますので、そこの中でね、より長いイニングをみんなが投げていく中でいいピッチングができればローテ入りね、十分あると思いますので、まあ、期待値も多く、昨年のね、経験もあると思うので、まあ、まっすぐカット中心となるこの2つのボールをね、まずは取り戻して、まあ、それにね、付随して、チェンジアップフォークカーブっていうのもね、精度磨いていってくれるということにね、期待したいという状況です。続いて中継ぎまとめです。まず3番手高投手は1イニング投げて無失点でした。まっすぐに球威があって無失点リリーフということで、まっすぐでですね、しっかりとフライアウトに打ち取ったりね、力で押し込めていたのもね、良かったのかなというふうに思います。で、スライダーがね、空振り奪いたいというところで、まあ、決してね、悪いボールではなかったんですけど、追い込んでから空振り奪いに行ったスライダーね、見逃されたりというシーンもありましたので、そこら辺ね、思い通りに空振り取れるようになったらね、さらに楽な投球が
ができるかという印象です。で、4番手の内間投手ですが、こちらも1イニング投げて無失点という内容でした。まあ、ほぼ直球オンリーで9位で押したということで、まあ、1人の打者につき、投げても変化球は1球ぐらいかということで、まあ、ほとんどまっすぐでいってましたが、そんな中でしっかりと9位で差し込んで抑えられていたのはね、良かったんじゃないかと思います。で、あとね、チェンジアップはね投げていたんですけど、まあ、これでタイミング外してファール打ちとファール打たせていたり、タイミングねずれているなという印象あったので、まあ、変化球ね、課題の中でもこのチェンジアップ一つ良さそうだなというふうに感じました。で、最後ね、大道投手なんですけど、ワンアウトしか取れずにヒット3本失点2という内容でした。まあ、ここまでキャンプで非常にね、いいボールがいって評価も高かった中で、この結果っていうのはね、ちょっと意外というか、まあ、衝撃的だったんですけど、まあ、まっすぐがね、この試合ちょっと高めにね、浮いていましたね。まあ、いくら今シーズンまっすぐが9位あっていいからといって、さすがに高めに浮いてしまっていたらね、打たれてしまうというのが分かったんじゃないかなというふうに思います。で、変化球に関しても、まあ、スプリットを投げていたんですけど、まあ、スプリットでね、空振り奪えなかったり、浮いてしまったりというところだったので、まあ、まっすぐもちろんね、今年いいんですけど、まあ、こういう変化球の精度っていうのもね、もう一度修正していく必要があると思うので、まあ、ここはね、こういう試合もあるよというところで、まあ、決して捉えられた打球ばっかではねなかったので、まあ、そんなに悲観する内容ではないかと思いますし、まあ、直球もやっぱり威力っていうのはねあるかというふうに思いますので、まあ、ここからねもう一回状態上げていって、で開幕頃にはねしっかりと勝ちパターン入りというのがねできるぐらいのレベルまで戻してくるということに期待したいと思ってます。はい、では最後、次は倉敷での実戦ということで、若手主体の沖縄でのね実戦というのは、まあこの試合が最後でしたので、結局オープン戦3試合は1勝2敗という結果に終わりました。若鯉たちのねいいアピールもありましたし、課題も見つかった収穫の多い試合だったんじゃないかなと思います。まあ、この試合もねスタメン見ると日本ハムさんはね、結構万波選手とか主力級の選手をねずらっと並べてきている中で、カープは比較的若手で、まあ、1軍経験もあんまりない選手が並んでいたんですけど、まあ、2対3といい試合できていたので、まあ、そこはね評価していいのかと思いますが、まあ、一方で追加点取れなかったりね、最後負けたりというねとこも、まあ、収穫課題になるので、そこは一つ収穫と捉えていいんじゃないかなというふうにね感じています。で、次のオープン戦は倉敷での楽天戦ということになります。倉敷での試合ってなかなか珍しい、カープがホームの倉敷の試合は珍しいと思うんですけど、まあ、今回もね、カープがホームではなくて楽天がホームで倉敷で行うということなんですけど、まあ、オープン戦で倉敷ってなかなかないっていうように感じています。で、まあ、そこで2軍調整中の主力級のね選手も合流するかみたいなね新井さんのコメントもあったので、まあ、いよいよ、実戦に向けてサバイバルが激化していくなという状況かと思います。で、ここからはねそういった主力選手の調整も始まるので、まあ、主力選手の打席数とかも増やしていくと思うので、そうなると今出ている若鯉たちは出番が減ってしまうというところですので、まあ、その限られた出番の中でね一軍当落戦場の選手たちをアピールしていく必要がないと思うので、まあ、ぜひね、そのアピールしてもう主力級の選手たちをね蹴落とすぐらいの活躍を見せてもらいたいと思いますので、まあ、ここから先もね楽しみです。で、あと気になるのはね主力組の調整状況ですね。まあ、2軍でもね社会人との練習試合や紅白戦やっているので、まあ、そこら辺は大丈夫だと思うんですけど、まあ、どれほど仕上がっているかっていうのもね実際に一軍レベルの選手たちとの対戦で見ていきたいなというふうに思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。早いもので沖縄での実戦も全て終了となりました。沖縄では若い選手たちが非常にいいものを見せてくれましたので、今後のオープン戦での活躍にも期待していきたいと思います。このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。